僕ね、はい、頭ちょっと薄いとか若干言われてますやんか。ああ大変やろね余計。え？かわいそう。人より暑いからってか。なんか自然発火とかせえへん。自然発火するかお前。え、なんか水分とか足りてへんでパッと燃えそうやけどやな。頭皮の油とか何言わすねこれ。光集めすぎて。光集めすぎやれへんがなお前。熱々頭の中みたいな。熱々やれ。表面なくて中が沸騰するのいかんせえよお前。あのね、僕夏場ね帽子かぶってんのを、はい、ようね蒸れるから脱げとか、あいらん石灰で言われますけども、いらん石灰っていうこともないけどね、これはね言わしてもらいますけども、本格的ハゲの業界から言わしてもうたら、帽子をかぶって蒸れると、そしてハゲる、蒸れるからハゲるっていうのは、はいはいはい、噂です。そんなものないです。あ、そう。頭皮が火に焼ける方がよっぽど悪いんです。髪の毛には。そうです、頭皮にはね。へぇ、髪の毛なんてもう関係ないです、頭皮なんです。あーはーはー、頭皮に悪いんですよ、火直接当たるのは。はぁ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 、ね、帽子かぶったらハゲるってよう言いますけどもね、燃えるから。そうじゃないんや。そうじゃないんです。うんうん、だから、僕がかぶってても蒸れるでとか言わないように。あーはー。それでファンの子で写真撮ってくれって時に帽子撮ってくださいとか言う、はい、そういう無理難題を引っ掛けてくるのやめてくださいね。いや、そんな無理難題と思わないでしょ。かぶってる時中、僕の中えらいことになってますから。ぐちゃぐちゃになってますから今。湿ってる。湿ってぐちゃぐちゃになってますんで。ひじきみたいになってる。ひじきみたいな。見た目の感じはひどいことになってるんですけど。ひじき。もうなんか皿にギリギリ残ってて。長いね、ひじきの話が。年のお前。居酒屋とかでその皿置いてたら、これもうよろしいですかって持っていかれるぐらいの。3、4本やないか、これ。3、4本やないかい。秋皿ぐらいのひじきやな。風呂、頭洗った時の抜けた毛もっと多いわ、ほんま。そんなひじきの量ちゃうわ、お前。あ、そうなんや。だからね、まあ暑い日ね、はい、ちょっと頭気になる方は被った方がいいですよ。ああ。蒸れるから脱いどこうとか思うのは逆に危ないです。うん、それは知らん人多いと思いますよ。日焼けするの危ないですからね。ああ、日焼けせんようにしたらええんや。そう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 。クリームとか塗っといたらあかんの。こう、日焼け防止クリームとか頭に。もう塗れるでしょ。いやいや、お前な。何？洗顔感覚で塗ってすんのええと思ってんのか、お前。毛穴に物が詰まるっていうのは、息止めてると一緒やぞ、人間が。どうなる、息止めたら人間、お前。死ぬ。毛根も死ぬやろかよ、そうなったら。はあ、そうなんや。そうや。あ、物詰めたらあかんのか、難しいな。難しいとかや、簡単な話やぞ。蒸れても、でも汗で詰まるよな、でも。それは毎日のシャンプーでええんやないかい。はあ、ほんでな、はあ、お誕生日やったから、はあ、たくさんプレゼントありがとうございましたやねんけど、あ、そう。リアップをね、くれた人がいるんですけど。いいじゃないですか。高いでしょ、あれ。高いでしょ。はい、あ。梅田花月の楽屋でパクられたやん。誰がとんねん、あんな。悪いやつやなぁ。いらんやろ、ほんでな、はあ。いるやつやったら足つくやろ、頭やけど。つくよ。すぐは、お前ちゃうかってわかるやろ。大体は容疑かけられると言ったら、芸人若手でハゲって言ったお前か、フットボールアワーの岩尾。おう。そんだけじゃないの？岩尾なんかお前、去年、フットボールアワーが去年の頃に1000万取っとるやないかい。M1 で。M1 で。ああ、だからまあパクらへんか。パクらへん。誰やねんと思うね、ほんまに俺のリアップ。だから大体容疑者上がってんじゃないの？いや、まあ芸人やったらね。うん。でもね。ああ。わからん、ほんまにわからへんねん。梅田花月の掃除のおっちゃんもハゲてるけどね。やつかもわからんな。ああ。ようチェックしとけ、毛生えてきよったら。やばい。お前リアップ取ったやろって。リアップ返さねえから生えてきた毛抜け、これそこの時やかるわ。それがハゲ界の落とし前か。落とし前や、そんなもん。リアップ窃盗罪はその次。そう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 、リアップ返せ、金返せと言わん。生えてきた毛を大い目に抜けて。俺はきついで、俺の切り取りは。ああ、うん。それはもうハゲてない人には全く思いつかない罰ですから。嘘やん。思いつけ、そんな。生えてきた毛を抜くという。大体わかりますよ、想像でいかにきつい仕打ちかっていうのは。同じコンプレックスを持つ者同士ね、本来手を取り合わなあかんのに。そうやで、ほんまに。裏切り者がおったよな。そう、うん。だからね。悩みつきひんな。悩みつきひん、ほんまに。ああ、そうかそうか。そんなんがあって、せっかくもらったんですけどね、そんなんありまして。うん、まあ。